10月12日、夕の御言葉。慰め主、すなわち、聖霊は、ヨハネの福音書14章26節。今は特に聖霊の時代である。イエスは私たちを励ますのに、やがてなさるように肉体的な五輪在を持ってはなさらずに、聖霊の内住を持ってなさるのである。聖霊は、 いつも教会の慰め主である。神の民の心を慰めることは精霊の職分である。精霊は罪を自覚させ、照らし、教えられる。しかしそれにもかかわらず、精霊の見業の主要な部分は、神聖した者の心を喜ばせ、弱い者を強くし、すべての衰えた者を引き起こすことである。彼らにイエスを掲示することによって、 聖霊はこのことをなされる。聖霊は慰めるが、キリストは慰めそのものであられる。たとえを用いるならば、聖霊は医者であり、イエスは薬であられる。聖霊が傷を癒される。しかしそれは、キリストの皆と恵みとの聖なる公約をお持ちになることによる。聖霊はご自身のものではなく、キリストのものをお持ちになる。 従って、時々するように、聖霊にギリシア語のパラクレートス、慰め主という名を捧げるなら、私たちの心は尊い主イエスに、パラクレーシス、慰めという名を捧げる。クリスチャンに対してこのように豊かな備えがなされているのに、なぜ悲しみ、失望するのであろう。聖霊は哀れみ深くも、 あなたの慰め主となられた。おお、か弱いおののいている信者よ。精霊がその聖なる責任をなおざりにされると思うのか。精霊が不可能なことや、よくしないことを引き受けられると思うのか。あなたを力づけ、慰めることが精霊の特別な任務であるとすれば、精霊がその本務を忘れたり、 あなたに対する愛の務めを怠ったりされると思うのかいな、慰め主の名を持ち、優しく尊い精霊に対して、そのようなひどい考えを持ってはならない。精霊は喜んで、嘆く者には喜びの油を、崩れた者には賛美の衣を着せてくださる。精霊に信頼せよ。精霊は必ず、あなたを慰め。 ついに嘆きの家は、とこしえに閉ざされて、婚宴が開かれるようになるであろう。